軽別は、1963年製作、公開、ジャンリュック・ゴダール監督による、フランス・イタリア合作の長編劇映画である。ナポリワンとカプリ島、ゴダールの長編劇映画第6作である。アルベルト・モラビアの同名小説を原作に、当時、2年前に結婚したばかりの妻アンナ・カリーナとの、愛の問題に苦悩したゴダールが、事故を投影し、愛の不可能性を描いた。 当時の日本同様、社用化、著しいヨーロッパの映画産業での映画作りを描き、ハリウッド一辺倒の世界への不安も描かれている。ドイツのサイレント映画の巨匠で、戦後アメリカの B 級映画作家となったフリッツ・ラングが本人役で出演し、愛の問題にも映画産業の問題にも的確な言説を吐いている。本作は1963年4月から5月に、イタリア南部、 カンパニア州ナポリ県にあるカプリ島及びラツヨ州にあるローマ市内のイタリア国立撮影所チネチッタでロケーション撮影が行われた。アメリカ人プロデューサーとの撮影が頓挫するフリッツ・ラングは劇中で映画オデュッセイアを撮ろうとしているが現実世界のラングは1960年の怪人マブゼ博士以降の監督作はなく同作が異作になっている。 コダールがラングの助監督として本作に登場している。本作はフランスより先にイタリアで公開されたが、イタリア版ではジョルジュ・ドルリューの音楽がピエロ・ピッチオーニの軽快なジャズに差し替えられて公開された。チネチッタエントランス女優カミーユ・ジャバルと脚本家のポール・ジャバルは夫婦である。夜、二人のアパルトマンのベッドルームでの会話は無意味、でもそれは夫婦らしいものであった。 翌朝、ポールはアメリカから来た映画プロデューサー、ジェレミー・プロコシュと会った。ジェレミーは、フリッツ・ラングが現在撮影中の映画、オデュッセアがあまりにも難解であるとし、この脚本のリライトをポールに発注してきた。昼になって、カミーユが現れ、夫妻はジェレミーに自宅に誘われた。自宅でジェレミーは、カミーユをカプリ島でのロケーション撮影に来ないかという。それは、 夫が決めることとカミーユは答えた。アパルトマンに帰った後のポールとカミーユはなぜかしっくり来ない。夜、二人は別々の部屋で寝ることになる。ジェレミーから再びカミーユへのロケのオファーの電話があった。ポールはポールで本人次第だと答えてしまう。電話の後で激したカミーユはポールを軽蔑すると言い放つ。ジェレミーの誘いで映画館に行った後、 カミーユはオファーを承諾した。カプリ島。ここにはジェレミーの別荘がある。撮影現場でラング監督とはやはりうまくいかないジェレミーはカミーユに別荘へ戻ろうという。カミーユはポールを一別するがポールはカミーユがジェレミーと別荘に帰ることを軽く承諾した。ポールはそれよりもラング監督との映画オデュッセイアの問題について議論を続けたいのだ。 遅れて別荘に着いたポールは、カミーユに、あの日ポールに言い放った、軽蔑という言葉の真意を問いて出す。答えはなかった。翌朝、ポールに、手紙が届く。そのカミーユからの手紙には、ジェレミーとローマへ立つと書かれていた。同じ頃、ハイウェイで派手な衝突事故が起きていた。大型車にぶつかり大破した、スポーツカーには、血まみれの男女の死体があった。 ジェレミーとカミーユの変わり果てた姿であった。ありがとうございます。